二宮和成主演の TBS 日曜劇場、ブラックペアンシーズンに、日曜午後9時、8話が1日、放送され、平均世帯視聴率が10.4%だったことが2日、分かった、ビデオリサーチ調べ、関東地区。7話の10.9%から0 5ポイントダウンした。個人視聴率は6.3%だった。佐伯、うちの西洋、に対抗し、 副委員長の江尻、大黒巻は桜の宮市医師会会長の新行寺、石坂孝二を味方につけて東場大の病院挑戦に立候補する。新行寺は佐伯の恩師だが、5年前のある出来事を機に二人は仲たがいしていた。その5年前のことを天木、二宮和成が密かに探っていた。目的は、 天木自身と彼の家族に関する秘められた事実を明らかにすることだ。そんな折、天木を訪ね厚生労働省の富沢、福沢明がやってくる。富沢は患者に法外な治療費を要求する医師がトップとなる新病院、スリジエハートセンターに許認可を出すのは問題があるという。その言葉を聞いた天木はあっさりとセンター長を辞任。 さらに都会聖指郎、二宮和成、二役がかつて住んでいた仮眠室を訪れる。そこで、残された都会の手術資料や私物の中からある一枚の写真を見つける。同じ頃、佐伯のもとに都会から連絡が来る。そして翌日、天木も佐伯も行方がわからなくなるのだった。そんな中、緊急と書かれた天木宛の郵便物が届き、セラ、 竹内龍馬と民ェ、キムムジュンが代わりに開封する。入っていたのは新エコーと造影 CT。患者名は書かれていないが過去にバイパス術を受けた痕があり、緊急のオペを要する状態だった。この患者は誰なのか。天城と都会の関係は、天城をめぐるすべてが急展開を迎える。